ラゴンズドグのダークアリズム隠しラジ最終回だよ。どうもドラゴンズドグマダークアリズム各社ラジオパーソナリティの安本ひろきです。そして最終回だよ。どうもパーソナリティの大阪亮太です。さあさあさあ第4回目最終回、イエイ、5月の9日公示でございます。はい、ゴールデンウィークも終わり、ね、皆様もりもり働き始めてるかもしれませんが、はい、あなたの告示塔はどんな感じですか？楽しんでいただけてましたね。ねえ、もうまあ出て2週間かな、経ってるわけですけれども、ね、まあ人によってはクリアしましたぜっていう人もいれば、はい、人によってはのんびりプレイで、うん、まだあのグランシス半島を回っていますよという方もいらっしゃるかもしれませんが、ね、人それぞれの楽しみ方でいいのがゲームでございます。そうです。まあね、我々も当然この頃はガリガリやってるわけですが、はい、まあ何ですかね、察してほしいですこのトークで。さあ、この番組はプレイステーション3、Xbox 360でカプコンから発売されたオープンワールドアクション、ドラゴンズドグマダークアリズムの魅力を伝えていく番組です。大ヒットゲームドラゴンズドグマの待望の新展開、4月25日の発売、おめでとうございます。おめでとうございます。そしてですね、今回は最終回ということで、この方をお招きしました。どうぞ。はい、こんにちは。ドラゴンズドグマダークアリズムプロデューサーの松川です。タメチュデドーン、お願いします、はい、前回に引き続きタメチュデドーン、すいません、ありがとうございます。タメチュデドーンをぶっ放していきますけれども、はい、さあさあさあ、よろしくお願いします。お願いします。さあ、まずはドラゴンズドグマまだプレイしていない人のためにちょっと松川 P として改めてご紹介していきたいと思います。はい、ドラゴンズドグマとはプレイヤーの皆さんはドラゴンに心臓を奪われ各社という存在になり、様々なクエストやモンスターとの戦闘を繰り広げながら広大な世界を冒険していくハイファンタジーのアクション RPG です。ハイファンタジー。ドラゴンはもちろんガーボレインやキメラ、グリフィンといった伝説のモンスターが多数登場します。ガーボレイン。そんなモンスターに対し主人公はファイターや名士といった様々なジョブを経験し、スキルを身につけながら挑んでいきます。アクションはとても自由度が高く、モンスターに自由に飛び乗ったり掴んだりして攻撃したりすることもできます。さらにポーンと呼ばれる仲間を従え、最大4人パーティーを組むことができ、特に自分がエリットをしたメインポーンは主人公と同様に成長させることができます、うん、エリットでは好きな髪型や体型などにできます。さらに世界中のユーザーに自身のメインポーンを貸したり逆に借りたりすることもできる、そんな素晴らしいゲームです。そして4月25日に発売されたドラゴンズドグマダークアリズムは待望の新展開、はい、前作をやっている人はもう、ね、当然でございます。これがなきゃ引き継ぎ要素、はい、得点が満載でございますし、はい、初めてやる人でも前作がまるっと入っておりますからね、今作からでも問題ありませんと、はい、さあそちらの引き継ぎ要素や得点についてはちょっと松川さんお願いいたします。はい、まずドラゴンズドグマダークアリズムの一番の特徴なんですけれども、うん、はい、新たな冒険舞台黒樹島が堪能できます。はい、はい、この黒樹島にはですね25体を超える新しいモンスターの方をたくさんご用意いたしましたので、新モンス、はい、もう倒したよって言ってくださる方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、うんうんね、実はドラゴンズドグマダークアリズム黒樹島の冒険2周目が用意されてますので、ここもやり込んでいただけるとよりあの深いドラマであったり、うんうん、いろんなものが見れるのではないかなと思いますのでよろしくお願いいたします。とはいえ新しく遊んでくださる方、これからドラゴンズドグマを遊んでみようかなと思う方にはこのおすすめなのが日本語ボイスです。ありがとうございます、はい、安本さんにも演じていただいたメイソンであったり、はい、いろいろなあの声優さんのご協力をいただいて日本語フルボイス化を実現しました、はい、またそれだけではなく黒樹島で手に入る武器装備が多数追加されてますし、うんうん、新たなカスタムスキルの追加でアクションもどん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 進化しています。これは結構なのエキストラスキルというやつは、はい、思ったよりもドラマチックに変わってるやつもありますね。ものすごくやっぱ使えますね。逆に言うと使えるものだけ EX にしたっていうのが正直なところなので。なるほど。はい、なのでこれは黒樹アイテムを取って解除して、はい、その武器とかに付加されてたりとかですね。そうですそうです。はい、なので組み合わせも楽しんでいただきたいですし、うんうん、今まで遊んでなかったジョブでも、うんうん、違うお気に入りが見つかるのではないかなと思うので、ね、それきっかけで遊んでいただければと思います。はい、で前作ドラゴンズドグマを遊んでくださった皆様には今回引き継ぎ特典をご用意しております、はい、セーブデータを引き継ぐだけでグランシス装備セレクション10万リム、そしてセツナの永久石、これね本当何回も言いますけど、はい、セツナの永久石これはいいものだ、はい、はい、なので
あの前作ドラゴンズドグマの冒険途中で止まってたんだけどという方にこそこのもしかしたら刹那の永久石が、そっか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 、そのデータを引き継いでしまえば引き継ぎにはなるわけだ。そうなんですよ。なのでおすすめなのではないかなと、なるほどなるほど、はい、思っておりますので、ぜひぜひ、引き継いでダークアリズン遊んでみてください。よろしくお願いします。はい、それでは今日は松川プロデューサーにたっぷりとお話をお聞きしながら、この後に、スペシャルで今回もう一人、増えて、2人の各社様に登場していただきます。はい、お一人は先週のエンディングで言いましたが、ね、まあ、当時はこの後のお楽しみということで、はい、それでは安本ひろきと大阪亮太がお送りするドラゴンズドグマダークアリズン各社ラジオ、最後までお付き合いください。ドラゴンズドグマダークアリズン各社ラジオ、この番組はカプコンの提供でお送りします。ドラゴンズドグマダークアリズン各社ラジオ。国へ帰るんだな、お前にも家族がいるだろう。どうも安本ひろきです。そして大阪亮太がお送りしているドラゴンズドグマダークアリズン各社ラジオ。さてここからはさまざまな各社と話をする各社トークのコーナーです。はい、あ、どうも社長課長の井上です。お疲れ様です。どうも、こんまにチェンチの堀内です。どうもいらっしゃいませ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いい声だなやっぱり。いや、いい声。さあさあ、井上さんと堀内さん、ようこそいらっしゃいました。はい、お邪魔します。お願いします。お願いします。お二方はね、松川さんに説明していただきたいですが、前作の時にいろいろと、そうなんです、もう堀内さんにも井上さんにもものすごくドラゴンズドグマのそのオリジナルの成功を支えてくださったゲームだったんですね。いや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 、もう本当なんだこれ、スーパーよいしょ合戦が始まったのか。いやいや、本当毎週毎週何かしらの収録でご一緒させていただいていて、あの発売後もいろんなあのファミ通さんの雑誌の記事であるとか、あのツイッター含めて盛り上げてくださった大切な芸人ポンタ、はいはい、各社ですよね。各社スペシャル各社とか、各社とか、分からない。我々なんかもうね、ねビビったるもんでして、いやいやいや、ちゃんと遊んでただけですからね、うん、僕らはもう石ころレベルですよ。とんでもないとんでもないですよ。お腹変な感じだぞ。会心の矢でした我々にとって。あらあら。さあ、ポーターとしての活動をなさっていたお二人でございますが、はい、ドラゴンズが、まあ、前作の方のまずお話を伺おうかと思いますが、はいはい、まあもう思い出といいますか、まずどれくらいなさいましたプレーは、もう何週とかレベルでもいいんですけれども、4週とか5週とかはとりあえずしないとダメじゃないですか。そうです、ね、プラチナトロフィーを取る、 そうです、ね、まあ、そこがまず目標で、プラチナを取ろうと、で、まあ、それを叶えれば次あのドラゴン、うん、はい、あの何ドラゴンですか、ウルドラゴン、ウルドラゴンを倒すという目標。あのオフラインのウルドラはまあ全然もはやサクッとじゃないですか、はいはい、オンラインのウルドラゴンはえぐいことになってましたもんね、まあ、後半戦減らない減らない体力がで、それをなんとか、まあ、倒せたんで、いいなぁ、俺、ね、オンドウルダメだったんですよね。あらあら、せっかくミリドラゴン、あの本当ミリしか残ってないミリドラゴン当たっていけると思ったら逃げおったってなって、次の瞬間入ったらもう元気なやつが笑われるっていう、はい、もうそう、ね、次の台につがれてますもんね。本当あれ悲しかったですね。やりましたね。だから結構だ、堀内も似たようなもんだとは思うんですけど、うん、僕はウルドラゴンは倒せなかったんですよ。あ、そうなんですか。倒せなかったんですけども、でも、そのプラチナをトロフィー取って、はい、でウルドラゴンも諦めまして、うんうん、僕はリムポイント稼ぎに走りまして、金策に走ったわけですね。そうで、プレミアムピアスでしたっけ、おとプレミアムリング両方とも、あ、すごいですね、取った時点で、そうですね、一回ここで自分の着地点かなと、ゴールしとこうと。なるほど。今回それで今までのネットデータも当然引き継げるわけなんですけど、ダークアリズン先ほどちょっと井上さんプレイなさってましたけども、はい、ちょっと、はい、触らせていただきましたね、はい、どんな塩梅ですか。いや、塩梅はやっぱり前作とやっぱ同じような感覚というか、うんうん、ああ来たっていう、うん、おもろいっていう、で見てるだけでもおもろいみたいな、うん、見てる方がおもろいっていうのもね、そうですよねちょっとあれなんですけど、でも分かるんですよ、僕実際これ上手い人とかがプレイしてる横で、はい、ああでもねこうでもね言いながらビール飲むと超楽しいです。いや、それは分かりますね、超楽しいです。まさかそれが持ってこいみたいな感じでもあるし、うん、まあ、やったりやったりやっぱ面白いですね、はい、まあ、一緒にプレイするっていうのもいいですよね、うん、あの友達といやいやいや言いながら、うん、こうそこだろうみたいな感じで、また思い出しながらやるっていうのも、そうですね、うん、楽しかったですけど、あの堀内さんとかじゃあ、はい、好きなジョブ、一番自分は最終的にこれが持ちジョブになったっていうのは何ですか。そうですね、僕でもやっぱマジックアーチャー、マジックアーチャ ー, ーほう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 、マジックアーチャーのあのスーパーポーンホーブパラスですね。そうですねあのロックオンする感じがあるじゃないですか、あれがもうすごい好きで、
あれはもう昔のシューティングゲームのなんかあのホーミングレーザーみたいな。そうですね、あれでハーピーばっか倒してましたね。控えめ遊び方が控えめあるんですよね、実家なんですけど。僕実家なんですけど、あのハーピー事件があって。ハーピー事件、はい、そうですね、あの僕の部屋の襖一枚隔てた隣に親父が寝てるんですけども、はい、まあ、ゲームって大体夜とか家でやってるじゃないですか、はいはいはい、で夜中やってる時に、まあ、そのハーピーばっか倒してたら、はい、やっぱちょっと女性の声というか、いやらしい目の、キャーキャーと言いますからね、そうです、あれがやっぱ群れで倒すととんでもない量のキャーキャーわーわーあんあん感じが聞こえてきて、はい、親父が襖を開けてですね、ほどほどにしとけよゲームなのになと思いながら、ほどほどにしとけ、別なことに取らいろんな勘違いそうですね、やっぱ音で言ったらそういう音に聞こえるんだろうなと思って。お父さんは息子が横で襖一枚隔ててちょっとめっちゃはしゃいでんなと。そうですね、襖がほんと 2,3 センチ空いてほどほどにしとけよ。男やってんなって、もうちょっと一瞬だけ見せる。息子大きくなったなみたいな感じの。そうですね。井上さんは最終的な持ち情報なんだったんですか。僕は朝日、はいはい、ですかね、ここをつけて、うん、はい、やっぱ万能でしたね、あれは、うん、修羅ここを挫折、はい、あれをやるともうちょっともう他に行けなくはなりましたけど、まあ一応他のも全部やりましたけど、うん、あれに落ち着きましたね、うん、最終的に。ポーンの方はフルスキルコンパ結構簡単じゃないですか、各レベルさえ上げていけばいいけど、はい、あの各社様の方のフルスキルコンパなかなかハードですからね。ハードですね、あれは。8000ってなんだよこの経験。そんな食べなきゃいけねえのかありますからね、うん。さあ今日松川さんもいらっしゃるんですけど、はいはい、このドラゴンズドッグはダークアリズン、こちらに対して何か松川さんに聞いてみたいこととかあったら、はい、いや答えられることであれば何でも。井上さんが考えてるって大阪くんが聞いたっていいんだぜ。あ、僕ですか。確かにそうですね、せっかくですからね、なんか視聴者代表みたいな形でもいいですし、うん、やっぱりリムは欲しいですよね、たくさん。そうですね、国樹島では結構かかりますね、本当に。多分あの皆さんリムって大事だったんだって改めて思っていただけると思うんですけど。いやいや、ずっと思ってます、ずっと思ってますよ、はい、使い切ってしまった人はですね、はい、そうですよ、ダークアリズンのために貯めとけばよかったと、もしかしたらちょっぴっと後悔されてるかもしれないんですが、はい、国樹島を潜れば潜るほどあのたくさんあの井上さんも遊んでくださってあの分かっていただいたことだと思うんですけれども、はい、敵を倒せば倒すほどたくさんリム手に入りますので、はい、倒しまくっていただいてリムを手に入れて国樹アイテムを解除していただければと思います。なんかこう若干こうドロップしやすいなとは一瞬ですけど、リムの結晶ね、そうですね、さっき一瞬はちょっとプレイしてみて思いましたけど、いいですね、それはいいですね。前作の時は井上さんにお前リム全然よこさんなって怒られたことがあるんで、俺のポン雇ってんのかと。リムよこせ事件が小さい時ありました。僕は雇ってたんですけど、リムがどうやら届かなかったみたいで、クソっす、久しぶりに怒られたのがそれです。ゲームのことで雇ってるだけじゃダメで、やっぱり敵を倒したりですよね。そうなんですよ、ですよね、まあ言うても倒してた敵がハーピーだったもんで、ね、全然ですよ、まあ、ゴーレムとかサイクロプスとか強い敵を倒していただくと、いや、 やってたんですけどね、はい、仲間の借りているレンタルポーの方にもリムを持って帰ってもらうことができるので、ね、ハーピーじゃちょっと足りなかったのかもしれない、小銭だったのかもしれない。その後々はちゃんとポン、いや僕は正直各社と同じぐらい堀内のポンを引き連れ回してたんですよ。なんか全部のストーリーも見せたぐらい。なのにメインポン扱いみたいな。なのにですよ、お前俺のっていくら言ってるって言ったら6万来ましたとか、はい、言ってました、ね、まあそうやわな、それずっと一緒やしなみたいな。ところでお前はってなった時に2000とかなんですよ。それは怒るでしょ。これもう格差社会ですね。ちょっとマージン取りすぎみたいな感じですね。ちょっと差は大きいですね。でそれからだから頑張っても任務を献上するために頑張って連れ回しました。その後は任務を献上するために。いや今後も一つよろしくですよ。いやもうそうですね、はい、ここばっかりは本当、はい、ぜひダークアリズンでも、はい、皆さんもポンを貸し借りをしていただいて楽しんでいただいて、たくさんのリムをお互い循環することができるといいなと思いますので、よろしくお願いします。さあね、こんだけプレイをなさってる方ですから、はい、もうここから先のこのメールの方は結構共感得られるんじゃないかなと思いますので、はい、楽しみ。こちらの方行きましょうか。はい、こちら、ドラゴンズドグマあるあるを
こちらを紹介していきたいと思います、はい、まるちゃんさんからいただきました。ありがとうございます、ストーリーを進めるが途中で目的を忘れる。なるほど、あこれはあるで、これはあるで、うん、僕もじゃあ一個読もうかな。これはちょっとある意味マニアックなんですけども、はい、これネオスさんがくださったやつで、はい、ヒルフィギュアの丘で心臓の場所にあのこのあれですね、はいはいはい、地上絵が描いてあるんですね、はいはいはい、心臓の場所にあの鼓動のかけら、ありますね、かけらが落ちてる、はい、槍の部分に武器が落ちているのは有名だが、うん、股の部分にベリーがあるのを見つけてこれはってなるっていう、またぐらいの、またぐらいのところにこう2つこうブランってしてるベリーが落ちてるんです。見つけました、見つけました。知らなかった。これは僕も実は気づいてるんですけど、これは何ですか、制作者が半笑いでやったんじゃねえかなと思ってるんですけど、ね、お遊びが過ぎてすみません。こういう絵のやつがまたぐらいのしてるわけですよ。こういうやつが結構やっぱり開発者も楽しみながらオープンワールドを探索することに、前作ドラゴンズドグマではユーザーの皆さんに楽しんでもらうところ大事に作りたかったので、はい、遊び心もやんちゃですね、やんちゃですね。てか甘酸っぱいもの置いてみて、まあ、正直言って知らないこともたくさんあったので、そのマップが広大すぎて、うん、後々発売してからなんでこんなことこの子たちはしてたんだろうって思うことは多々ありました。、はい、で気づくパターンですね。なるほど、プログラマーの心の闇ですよそれが。はい、はい、続きまして、シノさんからいただきました、はいはい、初めてすぐの頃適当に受けた護衛クエでドレイクに追い回される村長は犠牲になったのか。あードレイク ね、 これ僕ねあれだな、あの砦の方に行くやつだ、はい、あった、ね、ありましたね。僕ね、一回その去年の頃なんですけど、うん、ドラゴンズドグマで、はい、かの有名 な、 かの有名なサマージャム監禁事件サマージャムの時に、あの2日間カプコンサマージャムってカプコンだけのイベントで、はいはいはい、その時にドラゴンズドグマのブースがあったんですよ、はい、そのブースの中にもうガラスケースみたいなのがあって、そこに大坂くんは2日間ぐらい、もうあえてこの言い方しよう、僕見てましたよ、そうですか、前通りましたね。見た。あの時にその護衛クエって分からずに適当に引き受けちゃって、なんかなんでこのじいさんついてきてんだっていうのを思ってて、ずっとついていって、そうなんです。いつの間にか死んでたっていう、うん。村長いなくなってた。それありますね。はいはいね。崖から落ちてるとか。いやそうなんです。崖から勝手に落ちるんですよね。うん。どうにもできないですよね。あと一番厄介なのが、キメラとかだったら秒殺できるからいいんだけど、ゴーレムに当たっちゃった時に、はい、ゴーレムのせいでもう同行者がよく死ぬっていうのが。家庭史。そう、左下の方の浜に連れて行かなきゃいけない時に、もうゴーレムいいんだよなと思って、起きないで起きないでと思ったら起きちゃうとかいう。さあ続きまして、もう一回入りましょうか。はいはい、モーキャラエディットさんからいただきました。ありがとうございます。最初にカサディスでドラゴンが襲ってくるところでどうにかして倒そうとすることで結局心臓を取られる。でも2周目ってなんかちょっと慣れてるから倒そうとしません？そう、あのとりあえず、あもしくはもうささっと行こうと思っても避けるうんぬんじゃん、とっとと刺しに。あ最初のやつ、最初のあなるほど、甘めのやつですね。ドラゴンの手のひらでこうサクッと刺さってあーんっていうやつですね。絶対にまああの心臓奪われないと各社様にはならない。ただの人だから、ね。はい、はい、なので絶対に奪われて始めてください。結局あれ時間制限があるんでしたっけ？時間と実はタイムアタックとかではもう公開してるんですけど、うん、街の反対側に逃げるっていうのをやるとすぐ終わるんですよ。なるほど。別に剣を持ったからって戦う必要はなかったですよね。ですよね。だってあんなのに向かわなくていいものっていう。ラビトですよってなってるんですけれども、こう反対側の町の入り口の方にダッシュするとパッとすぐイベントが切り替わっております。はあ。そうなんですね。知らなんだ。全然知らなかった。普通に。なるほど。無駄に炎食らってましたよ。井上さんとか堀江さんもなんかこういったあるある見っけてるぜってのがもしあったら。あるあるかどうかは分かんないんですけど、はいはい、盗賊捕まえる時追い詰めたと思ったらもう向こう行ってたみたいな。あのクエストめんどくさいですよ。めんどくさいですよね。あの最初のカサディスで走る、はい、追いかけ回すやつですよね。泥棒でしたっけ。泥棒、はい、一箇所にあの絶対なんていうんですか、袋小路みたいなところに行って、はい、こっち来るときにこの待ち構えるんですけど、その前に茂みが少しあるんで、急に来てもう向こう行かれてるみたいな。あったな、はい、それは僕はあるあるだと思います。あれは大変だった。そうですね、私2箇所で割と捕まえることが多いんですけれども、あのベニータのお母さんがいた、うん、あの細い通路のところか、あとは
武器装備を売っている店の前が一番実は捕まえやすい。ずっと追っかけてたよ。僕もずっと攻撃してましたね。そう、攻撃して全然こいつ倒れねえなと思いながら、なんか殴ってひよんたところを捕まえようとしてもなんかうまくいかないとか。そうですね、私も2時間追いかけてその開発ゲームチェック中にあ、これはダメだ、私はクリアできないと思ってこう内戦をかけて、ごめんクリアする方法を教えてくださいって言った時にセットしたメンバーが教えてくれた。こうするとやりやすいですよ。攻略方法あったんですね。はい、ありますあります、はい、あいつも後々の別のクエストに派生するクエストですかね。そうなんですね、はい、いろいろありますから。堀さんも何かございますか。僕これあるあるか分かんないですけど、はい、暗闇とかで女キャラだけ連れてくやついたじゃないですか。あーあーあーオーガ、オーガ、はい、あいつの気持ちちょっと分かるなって女キャラだけ連れてってなんかこちょこちょしようとしますよね。そう、女キャラ言うとちょっとテンションが上がっちゃう。そうなんです。あれ 何してんの、なぜなぜしてんの。いやこちょこちょしてんじゃないですか。いや今回黒獣島には、ね、あのエルダーオーガという男キャラだけ連れていく。あら、そっち系がいるんですか。はい、そっち系がいますので。堀さんの夢も希望もなくなるやつだ。あの男キャラだけのパーティーで行った時は気をつけていただきたいなと思います。メンズが来たわよ。待ちなさいってと、あのオカバキャラなんですあ、そんなんがいるんですね。はい、新しい敵もたくさんご用意してますので、なるほど、はい、ぜひお楽しみください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、番組内でメッセージを紹介した各社様の中から抽選で3名様に、次長課長の井上さん、そしてコンマニ戦士の堀内さんのサイン入り特典冊子ドラゴンズドグマザ・ビギニングをプレゼントいたします。はい、こちら当選者の発表は明日をもって発表とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで、次長課長井上さんはコンマニ戦士堀内さんにはこの後も引き続き番組には登場していただきますが、はい、一旦こちらで締めます。以上、さまざまな各社とお話をする各社トークでした。ドラゴンズドグマダークワリズム各社ラジオ。さて、ここからドラゴンズドグマダークアリズムの魅力をより分かりやすくより楽しく伝えるためにプレイ動画で紹介していきます。はい、さあ、うん、ドラゴンズドグマのプレイ動画といえば、はい、はい、僕大阪リボタです。しかし今回はですね、うん、そうだね、お笑い界、もしくは芸能界切ってのゲーム2の井上さんがゲストということなので、うん、井上さんのプレイ動画でお送りしたいと思います。はい、僕はもうどうかと、これ褒め言葉で言うんですけど、はい、井上さんどうかしてます。僕してないでしょ。別のちょっとした時にまあ、コバピーがいたかなの時、はい、ご飯会みたいなのがあった時、井上さんと初めてお会いした時に、はい、これがまた楽しかったんですよ、この後半から。まあ、はい、まあ、すいません。いろんなお話を伺っている時に、まあ、井上さんいっぱいゲームなさってますよねってお話をしてたら、はい、今何をなさってるんですか。まだモンハンもやってます、はい、でドラクエもやってます、はい、であと自分の出た番組も見てるんだ、それ同時にですか、全部同時にって、どうやってんのかなと思ったら、手でモンハンをやりながら、はい、足でドラクエをやって、でテレビの画面には自分の出てた番組とかのチェックをするっていう、なんて無茶なスタイルで。なんていうマルチタスク。いや、そうなってくるんですよ。やっぱ体一つじゃやっぱ限界がある。俺足ゲームはもう初めて聞いて、あ、これはこの人に俺はかなわんと思った。相当だから足で敵にぶつかりに行くとかいう作業ですよね。だから凄まじいと思って、できるものなんですね。それ僕はなかなか僕も相当なハードゲーマーなんですけど、井上さんは絶対叶わんと思う。いやいや、似たようなもんでしょ。スーパーハードゲーマーですよ。似たようなもんでしょ。足ゲームはそれ以降僕もするようになりましたけど。一緒でしょ。ゲームパッドマジありがてえとか言ってますけど。でもそれぐらいの方でございますので、はい、さあその井上さんに今日はじゃあプレイ動画の方お願いいたします。はい、そしてドラゴンズドグマダークアリズムの松川さんにも引き続きお付き合いいただきますのでよろしくお願いいたします。はいはい、ここからはウェブの画面もプレイ動画に切り替わります。切り替わったかな、どうだろう、変わったはずだ。はい、今回はどこら辺をプレイするんだい。今回はですね、黒獣島の、なんとラスボス、大魔王に挑戦していただきます。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、お願いします。まあ5月の今日9日というところですでに戦われた方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、はい、黒獣島の最深部にいます。怖ー、見たことない武器持ってる。今回のジョブはこれは何でしょう。盾知らないな。ミスティックナイトを用意しました。あ、この武器はそうですね、新しい今回黒獣島で手に入る武器なので、はあ、ぜひこれを握りしめてラスボス大魔王との戦いに行ってみましょうか。でもメイスがなんかテラ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 光ってます。これ、こういうのいますよね、海にイカ的なやつがもそうクラゲ的な何かがいますよね。あ、これどっちですか。はい、このまままっすぐ扉に、はい、この扉の向こうに安本君がいますね。ありがとうございます。この人たちは何を見てるんでしょうね。
上のカカオみたいなの見てましたね。カカオ豆的なのを見てましたね。ポリフェノールが心臓だった。心臓か。あらあら、そんなこと言ってますよ、うん、あ、片付けするんですね。こうやっぱこう日本語になったということで聞き取りやすいですね。やっぱいいですね、うん、そうですね。冒険にのめり込めるというか戦闘にももちろん集中できるので、金曜ロードショーみたいな感じですよね。そうですそうですそうです。あのやっぱり洋画の吹き替えを意識して今回日本語ボイスを選ばせていただいたので、あのそういう一言いただけると非常に、あの声優を選んだのは小林なので、うちのエグゼクティブプロデューサー小林なので喜びます。渋い本当にタフな人たちばっかりなんで、うん、聞き応えもあると思いますよ。ハーピーも日本語ですか。じゃあハーピーはそのままで、ゴブリンは一部日本語化しました、はい、うん、台本にねゴブリンってのあった。ありました、うん、ありました。どんな台本だ。玉座があるのかな。あれは、はい、あの言っていいですか、まあ、はいどうぞ。皆さんあの多分ここにたどり着いた方もたどり着いてない方もというところで大門をご紹介します。大門まだ見てないからネタバレになっちゃうと思った人は今すぐスイッチオフ。わっかっこいい。あもうダメだろこれ。これ勝てねえわ。これ絶対強いやつですよね、うん、絶対無理だわこれ。うおい、いかついな。いやまたいい、ね、光が差し込んでます。逆光。おい、はい逆光。うわ怖え。かっこいい。声が高かったらいいのにな。めっちゃ可愛い声。おおナイス。おお、あいや早い早い早っ。結構減りますね巨体の割に素早い。そうなんですよ、やっぱり今回あの新しく追加したこの台。あーやばい。おお食らう。何ですか、スピードももちろん持っている。ハマっとるハマっとる。モンスターとして仕上げました。うわーみんな喋ってますよ。はい、ポンさんがいっぱい喋ってます。あ、捕まってる。パンさん捕まってる。パンさん。わあ。おお。盾大事ですね。大事です。でもさすがですね井上さん。あの普段はアサシンをプレイされているということなのに、はい、わずかな時間での練習でミスティックナイトをマスターされている。今ちょっと面白かったのがこんな局面なのにポンがドクロ拾ってましたね。やろう。あぶない。うわ、おー、早っ。はえーけど、おもれおもれお、なんかオルガさんが喋った。お、ほら、ほんとだ。オルガさんが登りてー。はい、来た。オルガさんはポーンだったんだね。あれ、来た。来てない。これ、見てる人が見やすいように動かな。いやありがとうございます井上さん。ですよね、はい、でも動きが早いんでね。そうなんですよ、大変ですよ、ね、だから俺の気持ちも分かるでしょ。分かります分かります。すいません、うちの大門がすいませんの。タラメさんのタスが今回やっぱその素早くて力強くて魔法も打ってきてっていう万能型のモンスターを作ろうと。ほら、いったいったヒット、いったほぼいったクマドツほぼいったやろ。体力の減り全然減ってねえ。全然減ってねえし、こっちが減ってねえ。減りまくっとる、こっちが。これはほんと早すぎてカメラを追うのが大変ですね。はい、井上さんがでもすごく上手に実況してくださっていて助かります。危ない。ガードが強い分やっぱ動きは重いですよね。はい、アサシンに慣れてるとちょっとなんか違いますか、ね、いろんなスキルもあります。おお、いいですね、今の間の入り方いいですね。あー後ろにも、あーこれ強い、これ倒れちゃう。威圧感すごい。あ、足もダブです。おーおー、縦大事、縦大事、縦いい。ただまだ全然減ってないですよ。なかなか近づけないね。
カモンたちはなんだこれ、スメージ3人なのか。割と今回ヒールを厚めに配置してきました。わあ、これ登った方がいいですか。まあ登ってみてください、よかったら。はい、いいか悪いかはぜひ。あ、いか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 、隙がないですよね。隙が、隙が少ないですね。ボスですからね。おお、ファイアボス行ってます今。あ、登ってる。今行ってますよ。張り付いてます。行ってます、行ってます。ほんとうまく連携攻撃してます。あんな乱暴な話し方があるんだ。頭を狙いたいんですよ。頭を狙うってことはやっぱ弱点は頭なんですか。弱点対策もきっちりあるんだよね。ありますね。暴れるな。いいとこ当てないとやっぱダメージ効率が悪いですね。ですね、減ってないですもん。ちょっとずつ。あかん、このバチンを食らうと。あ、その後もやっぱ潰れちゃう。おお。あの敵も連携技ではめてくるんですよね。なるほど。やっぱりそこがガードするか逃げるか、キノコか草を食べるか。豪快に食います。どうぞどうぞ。こうなんかこう技を出したいんですけどね、これやっぱ時間かかっちゃいますもんね。そうですね、スキルは割と大事なんですけれども、その敵も隙を見せないので、あのポーンをうまくパーティー編成、自分のメインジョブに合わせて組み合わせてくるのも大事ですね。危ね、うわ危ね。あ、でも剣に闇属性付与されましたね。剣じゃ食べる。でもさすがですね、井上さん、もう一本ゲージを。いやでもこんだけやって1個ですまだ。いやいや大丈夫です、大丈夫です。おどうだろう、間に合うか、間に合わんか。渋いですね、全体に灰魔法ですね。よじ登るって言ってると思いますよ。気を引いてくれよ、ちょっとは。あ、誰か一人倒れて。あ、安本くん。安本くん。もうどこ。はい。やばい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 。こうなんかこう。状態以上に陥りました。状態以上に陥りました。ご報告です。いい声。いい声。そうだよな。おーい、うわ、何された。叩き落とすというか、擦りつけるというか、う、潰された感じ。柱、これは強い。あぶねー。怖えー。会話忘れる。そして黙っちゃいますね。見ちゃう見ちゃう。これででも120なんですよね、はい、レベルが。そうです、レベル120なので。まあやりがいがあるってことですよ。やりがいを、はい、しっかり作り込ませていただきましたので。うわ大丈夫。でもいろんなことを戦略的にも思いますね。多分あのジョブだったらどうだろうとか、うん、このジョブだったらどうだろうって思っていただけると思うので、いろいろ皆さん、そうそうそう、最下層にたどり着いてお楽しみいただきたいなと思います。はい、タイムアタックするのが面白そうですね。そうだね、これもだから各々のジョブの個性で、こいつめちゃくちゃだな。ノーモーションで氷打ってくるのがすごいですね。これ欲張っちゃダメなんだろうな。さあさあさあ、プレイの方は続いておりますが、はい、ひとまず今回こちらの動画の方はこの辺でちょっと申し訳ございません。もっと見たいですね。あとはちょっと井上さん勝っていただきますですね。この後のプレイはぜひご自身の手で楽しんでくださると嬉しいです。嬉しいなと思います。そうか、全部見せてもダメ。そう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 。確かにそうですね、うん、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ドラゴンズドグマダークアリズム各社ラジオ。さてここからドラゴンズドラマ関係のグッズやアイテムなどを紹介していきます。やった、うん、もちろん僕や大阪くんも紹介していくのですが、はい、今回もあの巨乳ちゃんが紹介してくれます。はい、マデリンよ。今回もとっても素敵な商品の情報があるわよ。なんとドラゴンズドグマダークアリズンの攻略本が5月下旬にカプコンとエンターブレインより2冊同時発売されるのよ。しかもこの2冊実はそれぞれ内容に特徴があるらしいのよね。どんな特徴かというと
それは読んでからの秘密。でもそれじゃあかわいそうだから少しだけ教えてあげるわ。と言っても実は私も詳しい内容はわからないの。だってこの日本語とかって文字読めないんだもの。だから詳しいことは安本さんたちにお任せするわ。これさえあればぐっと上手くなって安本さんも大坂さんもぐっと男らしさが増すこと間違いなしよ。当然2冊とも買うことをおすすめするわ。さて美人の腕利き商人ことこの私マデリンがみんなにとびっきり素敵な商品を紹介するこのコーナーも早いもので今日で4回目ね。そして実は今日が最後だったりするの。ねえ安本さん大坂さん、私に会えなくなるのは寂しい？寂しいでしょ？寂しいわよね。寂しいに決まってるわ。でも安心して、ドラゴンズドグマダークアリズムを買ってグランシス半島に来れば私にはいつでも会えるから。そして再び会えたその時はたくさん商品を買っていってちょうだいね。それじゃあそろそろ私行くね。あとはよろしくね。以上マデリンの通販コーナーでした。さあマデリンさんのコーナーもね当然最終回ですから、はい、こちらも最後でございます。今日は攻略本だとかいろいろぶつくさ言ってましたな。はい。マデリンさんはだんだんあんなに押し出しが強いんですから本当に。そして自分は商品のことあまり理解していない。理解してないけどいいもんだから買ってくれよと、うん、乱暴な営業でございますけれども、まあ、攻略本のお話もありましたけれども、まあ、何よりもねドラゴンズドグマというのはゲームの方がありまして、はい、そのゲームの方 E カプコン限定だといろんなものがついておりますので、はい、こちら、ドラゴンズドグマダークアリズムリミテッドエディションがありまして、こちらゲームソフトブックボックス、本型収納箱ですね、うん、そして懐中時計、うん、E カプコン限定先着特典ブックカバーがつきまして、うん、お値段はなんと9990円となっております。はい、1万円切っております。1円もついてブックカバーもついてブックボックス、こちらがすごくしっかりできております。ちゃんとあのマグネットでね蓋閉じるやつですから、はい、それの方もチェックしてみてください。 300g ですね。 300g 重さ重さ重さ 300g でございます。気にする人いないと思います。いやサーロイン1枚ですよ。あ相当食えますから相当な量。食べ物じゃないです。そしてそして通信カメラ、いつでも誰でもドラゴンズドグマダークアリズムの世界に入り込める大人気のスマートフォン用カメラアプリ変身カメラにドラゴンズドグマのアイテム配信が決定しています。各社はもちろんモンスターに変身できるだけでなく、なんとドラゴンと一緒にツーショット写真も撮れてしまいます。これ多分我々がこの間遊んだやつがまた画面に出てると思います、はい、こんな感じになりますんで、はい、皆さん遊んでください。はい、お願いします。そして、ビザールドラゴンズドグマダークアリズム、コラボ企画第1回でも紹介したビザールが、うん、ドラゴンズドグマダークアリズムの発売を記念しキャンペーンを実施、はい、4月25日木曜から5月26日日曜の期間にコラボアクセサリーをお買い上げの方に黒樹島の主ダイモーンをイメージしたシャークレザー製オリジナルキーホルダーをプレゼント、うん、キーホルダーはなくなり次第終了となりますのでぜひチェックしてみてください。こちらもしっかりしたものございますのでぜひ皆さん見てください。お願いします、はい、お願いします。そしてプレイステーション3のみ、ドラゴンズドグマダークアリズム体験版アドベンチャーバージョン日本語ボイスエディションがリリースされております、はい、こちらの方はまあ本編出ておりますのでね、願わくば本編を楽しんでいただきたいんですけれども、はい、どんなもんなんだいドラゴンズの方は私は知らないよという方はちょっとこちらの方で遊んでみるのも一つの手かなとも思います。はい、お願いします、うん、そしてドラゴンズの方はダークアリズムのニコ生公式番組、うん、黒樹島探検隊が放送中です。はい、こちら第1回目のゲストとして、はい、さんと僕で完全にホモ扱いされましたね。はい、されましたね。びっくりするほど女が好きだったのに、ね、びっくりするぜって話ですけどね。多分一生忘れない出来事だな、うん、僕もあんなに生放送で声を大にしてびっくりするほど女が好きでしてってことはないから、ね。渡辺浩二さん大したものでございます。そうですね、こちらの方最終回なのかな。はい、こちら第4回が、本日5月9日木曜の、夜9時と、はい、これが5月9日の5時ぐらいかなに多分おそらく更新されているので、はい、まあ、5時から9時までの間に聞いた人はタイムシフトで楽しんでいただくなりしたらつながってんだ、嬉しいございますのでよろしくお願いいたします。うん、お願いします。そしてそして、ゴースローキャラバンコラボ T シャツ、はい、今目の前に商品がありますけれども、はい、これすごいね。こいつ名前、はい、フェステ、はい、なんでフェステをフューチャーしたんで、ここまでフューチャーしたんですか ね、うん、私たちもそのデザインチェックをそのさせていただくんですけれども、開発者としてなんでフェステの T シャツ作ろうと思ったんですかってデザイナーにみんなから、うんうん、
あのフェステ推しにした理由を聞かれるんですが、うん、ゴースローキャラバンの皆さんからするとお客様からするとこういうキャラクターが受けるんだと、うん、お記事めっちゃいいですね。そうなんですよ。なんかその記事って汗を吸い取る素敵な記事で、いいですよこの記事。あ本当マジだ。それからアンダーシャツにもなる、ね、にもなる、うん、はい、野球で野球でアンダーシャツにもなる。これからの季節ぴったりで、ね、いいですね、はい、いいですね。サッカーいろいろあるんだ。サッカーですよ。フェステだけじゃなくて、ね、国樹島の入り口のプリントしたものであったりとか、はい、サッカーのドラゴンのマンション、紋章のカラーリングの方をちょっとストリートっぽくしてあるもの、はいはい、これめっちゃ生地がいい。これいいですね。選択肢も伸びないやつめっちゃいいやつ。すなわち本当にいいものです。ヨレヨレしない。めっちゃいいやん。これいいですね。これでもう一つですね。これね、我々が一番刺さったやつ。あ、これ欲しい。これいいっすね。ウィンドブレーカー。ちょっと多分後で画像公式サイトや皆さんご確認いただけるといいんですけれども、はい、国樹島のところのスクリーンショット。そうなんですよ。あのゲーム画面をコラージュしてというか、うん、その組み合わせてあの1枚のウィンドブレーカーにするという斬新な、うん、これ下手したらセレクトショップに置いてても、いや、そうですね、わかんだな。おしゃれですもん。すごいおしゃれでしょ。置いちゃいましょう、うん、ここに。そうなんですよ。大門がいて、あ、本当だ。その下にオルガがいるという素敵なデザインですので、これ私もあのぜひ自分で買って、開発ビルは夏冷房が寒かったり暑かったりするので、これで死にたいなと。カバンにもしまいますかね、ウィンドブレーカーだったら、はい。まあ、こちらの方詳しいことはこれ着ようか。これいいですね。ありがとうございます、はい。こちらの細かいことはあの公式ホームページの方にもろもろ載っておりますので、よろしくお願いいたします、はい。ドラゴンズドグマダークワリス各社ラジオ。安本博樹と大阪亮太がお送りしてきたドラゴンズドグマダークアリズン各社ラジオ、お別れの時間となってしまいましたが、いかがでしたか。さあ本当のお別れの時間でございますよ。いやどうしたんですか。めっちゃエコいやな。いや爽やかなのと渋いのと、もう聞いちゃいますね。笑ってまうぐらい。やりづらい。最後の最後でなぜだ。なんか素直に褒められるとなんか気恥ずかしいから、ね、いい声だね。困るんですけども。ございます。まあ本当の最初の本当の本当のお別れの時間ですね。まあ今回で最終回でございますので、どうだったよ大阪くん。いやーなんかね、いろいろちょっとねプレイ動画で、うん。面白いところを見せられたっていうのが良かったな。そうだ、ね、第1回目でもうデスに眠らされて、はい、即死ぶっ即死殺されてそこから始まったプレイ動画ですけど、まあなんとなくねもう全体的っていう、まあ、見せられなかったんですけども、うん、まあ、ちょこちょこ面白いところを見せられたんで、うん、まあ、そうだね、こういうゲームですっていう切り口と、こんな事件が起きるからゲームは面白いよね、はい、ってのはね伝えられたと思います、はい、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。そして今日来てくださいました井上さん、はい、このゲームドラゴンズダグマダークアリズン、はい、どうですか。どういう風にこれからゴリゴリ楽しんでいかれますか。いやこれまたこの新しい目標ができたっていうのが、はい、まあすごい助かりますよね、うん、個人的にですけど、はい、目標があればあるほど僕燃えるタイプなのですごい追い込んで追い込んで自分を、はい、でこうまたこの出たり入ったりの繰り返しじゃないですか、はいはい、それの回数も多分1000回とか2000回とか行くんでしょうね。行くでしょうね。一体エンディングは誰と一緒に迎えるんだって話になりますけどね。もいやこれもうありがたいです。誰が頬を染めるんだっていう。アッサラームではないことになるんですけどね。だってお二人最初に言ってメイソンとか言ってませんでしたっけ。メイソン、メイソンありました。メイソン経験ある。メイソン経験が。はい、一回あります。一回だけメイソンあります。今回メイソンクリアするとスナちゃんの僕が声を当てることになるんで。あ、狙おうかな。なるほど。メイソンエンドはなかなか渋いですよね。確かに。狙ってみようかな。一丁抱いてみます。いいですか。なんかその人への思い出みたいな。俺は何とも言わんが、メイソンは受け入れるんでしょうね、きっと。俺は何とも言いませんけど。さあ、そして堀内さんも新しいね、はい、こちらのゲームが展開がありましたけれども、はい、どういった風に楽しんでいかれます。そうですね、今回はちゃんとリムポイント、うん、ゲーム師匠にちゃんと献上できるように怒られないように、ハッピー以外も倒して。いや、まあ、マジでいや、ずっと連れてましたって僕は。いや、倒さないとダメなんですよね。そうですよ、いっぱい敵を倒してください。そ、観光してもしょうがないのよ、はい、いや、それはそうですよ。先輩とどこ行くっつったらバトルよりも観光に行きたいですから。美味しいもの食べに行きましょう。美味しいもの、そうですね。いろいろあるしな、絶景ポイントそうです、まあ、あるし、はい、
まあ、今回はちゃんとリムポイント献上できるようにしっかりと怒られないようにやり込みたいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、そして松川さん、はい、ついに発売になり時間が経ち、はい、そうですね、まあ、前作ドラゴンズドグマも今回ドラゴンズドグマダークアリズムもたくさんの力をいただいてますし、うん、レイチェルさんにも前回来ていただきましたし、うん、水野亮先生にも力添えいただいて、ね、安本さん大阪さんという声優の皆さんにもお力添えいただいて、こうやっていいプロモーション広告宣伝やらせていただいてますので、ぜひ少しでも気に入ってくださった皆様は感想やら何やらをツイッターやカプコンにお声をお聞かせいただけるとすごく励みになりますので、開発者として今後ともどうぞよろしくお願いいたします。うん、はい、そうなんですよね、僕らにも感想っていうのは当然来るんですよ、はい、このゲームこうでした、でも僕らに来るよりも、はい、実は作り手の方に伝えてあげた方が素敵だなと思ったりもするのが、はい、発売前後はツイッター貼ってますんで、我々エゴサーチハッシュタグもずっとリアルタイムで画面にモニターで見たりしながらとか、あとはブログとかも見てたりとか、やっぱりその、まあ、せんつながら我が子が世の中に生まれていって、どう皆さんに育てていただいているのかというのがすごく気になるので、また今日も夜ニコニコ動画でいろいろ皆さんの声を生でもいただく機会もありますので、うん、今後ともドラゴンズドグマダークアリズムをどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。さあさあさあ、本当の本当の最終回の最後でございますけれども、はい、僕は僕でもうずっとねゲーム好きでもう36年間ぼんやり生きてますけれども、やっぱね毎年毎年面白いゲームに出会えて、でこのゲームはこのゲームでも前作も当然僕はゴリゴリやりましたけど、はい、ゴリゴリやった人間でもなんか新しいものが見つけられるね、井上さんもおっしゃってたけど新しい目標が作れる、でプラスアルファでより個性が作れるようになったから、僕はここから先は自分の安本君という公式コンでまた配信させていただいてますけれども、そちらの方にあれこいつこんなスキル持ってんのとか、みんながちょっと驚くような仕掛けをちょい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 織り込んでいくことも新しい目標にしようかなと思ってますし、いろんな楽しみ方をどんでもここから先も見つけられそうなんで、いっぱい遊んでいきたいなと思っておりますので、はい、そういったゲームをね作ってくださったカプコンさんも本当ありがとうございますし、ありがとうございますですね、これ井上さんも堀井さんもそうですし、レイジェルさんもそうですし、水野さんもそうですし、ここにゲストで来てくださった皆さんも本当ありがとうございます。一緒に頑張った大阪君もありがとうございます。そして何よりも本当にね、本当も聞いてくださった皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。また何かしら面白いゲームが出たらあることがあるかもしれませんので、はい、その時までまた、うん、どっかで俺頑張ってますんで、皆さんもどっかでゲームしててくださいゲームしてたら出会えますよね。でも本当そうですよね、僕と井上さんがなんかひょんなきっかけで会ったのもゲームしてたからですからね。そうですよね、ひょんな飲み屋で会ったっていういいこともありますので、ね、はい、皆さんと出会いもありますよ、これだから楽しんでください。ありがとうございました。それではここまでのお相手は安本博人、大阪亮太と、ドラゴンズドグマダークアリズムプロデューサー松川美奈と、井上と、こんまり選手堀内でございましたせーの、バイバイ。やってね、国寿島でお待ちしております。ドラゴンズドグマダークアリズム各社ラジオ、この番組はカプコンの提供でお送りしました。